次はこちら。私がずっと、心のどっかで望んでいた、いつかロングヘアになりたいっていう夢を叶えてくれるウィッグです。ウィッグって私高いと思ってたんですよ。5000円ぐらい。でもこのウィッグは、はい、フルウィッグロング自然耐熱カールゆるふわなんたら、そう、なんと1250円なんですね。まあプラス180円送料があるんですけど、めっちゃ安いです。1000個見えるかな、このウィッグ。多分韓国、ハングルが書いてあったんで韓国製なのかなと思うんですけど、2000円以内でウィッグが買えちゃうんですよ。まあね、多分それなりのものかなとは思うんですけど、ちょっとつけてみたいと思います。ちゃんとあれもついてました。私ついてないと思ったんですけど、このなんていうんですか、もともとの髪をまとめる編み。すげえリアル。なんかもう網で捕獲されたみたいな感じで網に入ってますね。すごい、人の頭が送られてきた感じですね。ちょっとじゃあ、ね、せーのでロングヘアになりたいと思います。せーの、はいはい、っていうか全然、なんかこれ多分これもう二度とつけないですねすごい、私の今の髪の色に似てるんで、本当に地毛みたいって言ったら嘘ですけど、こんなボサボサで。ちょっと全然私ウィッグつけるの初めてなんで、全然容量わかんないんですけど、ちょっとすいません、クオリティが低くてすいません。なんか笑いもしないし、なんかちゃんとしたレビューにもなってないし、まあ、こういう感じですね。多分化粧ちゃんとしてないのもあるな。なんかこう、もう何もかもが不自然ですね。はあ、要するに一人暮らし暇なんですよ。やることなくて、ね、やることなくなると結果こうなります。顔が男顔だからちょっと無理ですね。まあ、とりあえず雰囲気だけこういう感じでした。で、私てっきりこの、怪獣のブランケットとこのズラが別々で来ると思ってたんですけど、もう一個届いたんですよね。あ、わかりました。これちょっと別の動画にします。今わかりました。これはまた別のものですね。どうしようかな、この動画もう収集つかなくなっちゃった。はい、というわけで飛んだ女装動画になってしまったんですが、Amazon で、そのカテゴリーの中なら、値段が安くなってるセール品を一覧でこう見れるっていうのを伝えたかったのと、こういうちょっとしたコスプレも面白いよっていう動画でした。じゃあ。